どうしたというのよ、こっちをジロジロ見て。この衣装が珍しい。救護員にもメイド服を着た子がいたはずよ。女の子に強そうだなんて、赤ん坊から出直してくるべきね。でもメイド服はある意味戦闘服、強そうに見えるくらいがちょうどいいのかもしれないわね。そう、衣装は同じはずだけれど、もし胸のことを言っているなら浅井健式と、髪飾りの位置、ああそう、確かに違うわね。当たり前じゃない。まあラムを褒めたくなる気持ちもわかるけれど、さあラムをもっと褒めたたえるがいいわ。ラムは風系の魔法を得意としているわ。どんな相手でも細切れにすることができるわよ。あまり多用はできないけどね。安心なさい、この魔法があなたに向くことはないわ。ラムたちに敵対しない限りはね。当然でしょ、ラムだもの。なんなら見てみる。冗談よ、そんなにワクワクした目で見ないでちょうだい。何を想像したのか知らないけれど、バルスみたいな発想をしていることはわかるわ。あなたは兄弟はいるの？ああ、そういえば記憶喪失だったわね。だったら欲しいとは思うかしら。こういう時は嘘でも欲しいというものよ。そうね、じゃあ少し妹の良さというものを教えてあげる。そこに座りなさい。正座よ正座。いい目をしていると言いたいところだけど残念ね。レムはラムの妹よ、あげないわ。まあ当然ね。でも100年早いと言わせてもらおうかしら。ラムの代わりに炊事掃除洗濯なんかをやってくれるなら少しは考えてあげてもいいわよ。レムったらあんなところにいたのね。うん、ああ、これは千里眼といって、まあいろいろ見えるのよ。説明が面倒になったわけじゃないわよ。直接的な上にぶしつけな物言いね。バルス以来の腹立たしさだけど、その認識を改めなさい。でないとあなたの秘密を監視して言いふらすわよ。これはラムのように才能あふれるメイドにしか与えられないものよ。簡単に騙されるのね、あなた。もう少し人を疑うことを覚えなさい。波長の合う生き物だけね。例えばレムとならすぐよ。あなたはどうかしら。随分あっさり見えるのね。ここは賑やかな街よね。ラムの世界にも賑やかな場所はあったけれど、ラムたちは普段ずっと館の中にしかいないものだから。どんなところと言われると説明しにくいけれど、記憶喪失ならまずは自分のいる世界のことを知る方が先決でしょうね。説明が面倒とかではないわよ。オート、まあ人のごった返す場所よ。ここと大差ないと言いたいけれど、どうかしらね。闇に隠されている部分もそうなのかしら。そうね、掃除する場所が多いわ。花壇の手入れや洗濯なんかは大変ね。まあ主にやっているのはレムだけれど。
レムのことが知りたい。知ってどうするかは知らないけど、教えてあげる。姉であるラムに何でも聞くといいわ。そうね、本当によくできた妹よ。家事は完璧、気配りもできて優しいし、本当にラムにそっくりだわ。レムが好きなのはもちろんこのラムでしょうね。最近は目つきの悪い男に懐いていたりもするけど。大事な妹よ、それだけは間違いないわ。だから何があっても守ってみせるわ。何を捨ててでも必ずね。あなた好きな食べ物は？深い意味はないわ。ただ世話になっている相手の趣味嗜好くらいは知っておくべきだと思っただけ。普通ね、普通すぎて面白みがないわ。芋になさい。別に派閥は聞いてないわよ。芋とかおすすめよ。いい思考をしているわね。なら本当に美味しいふかし芋を振る舞ってあげる。ラムのふかし芋を味わえること、感謝なさい。エミリア様について知りたい。興味を持つのは勝手だけれど、あまり説明できることはないわね。大事なお客人といったところかしら。立場上それもラムから言えることは少ないわね。逆にあなたからどう見えてるのか聞きたいところだわ。答えによっては排除なんて冗談よ。この世界と同じかどうかはわからないけれど、見た目上は変わらないようには見えるわね。記憶喪失のあなたには何でも珍しいのかしら。そうね、綺麗なお方よね。そう言いながら性懲りもなく迫る男を知っているけど、あなたまで同じ身の程知らずでないことを祈るわ。あなたコッコロに主様って呼ばれてるわよね。偉い身分なのかしら。そうは見えないけど、一体何者なの？騎士なの？そもそも君って何？どうしてそんなに気さくなの？王子、冗談ね。え、本当にそう呼ばれてる？余計わからなくなってきたわ。どう反応していいかわからないわ。いえ、決め台詞を言われても困るわ。何なのかしら一体。あなたいろいろ働いてるわよね。どうしてそんなに頑張ってるの？まあ当たり前の答えね。それでもちゃんと頑張っているのだから褒めてあげましょう。ついでにラムの分の仕事も手伝わせてあげる。見上げた答えね。だったらラムの代わりに救護員の掃除を任せてあげるわ。そこまで快諾されると心が痛むわ。一緒にやってあげる。いい答えね。素晴らしいと思うわ。その心だけは絶対に忘れないようにするといいわ。それじゃあラムも働こうかしら。